小畑和樹は日本の実業家。我が山コンシェルジュ理事長。合同会社は名屋代表社員。2016年からはグローバルシーパーズコミュニティの大阪ハブのメンバーを務める。1994年7月20日、和歌山県有田郡岩佐町で生まれる。小学校2年生時に、なんとなく学校に行きたくなくなり、同級生に殴られたことをきっかけに不登校になる。 不登校時代には3万時間もゲームをやり続けていた、引きこもりだった。中学校卒業後、和歌山県立大急高等学校定時制に入学する。2013年2月1日合同会社は名古みを設立し社長となる。同年3月31日、和歌山市最下町に高校生がボランティアでで運営するカフェ、エスポアをオープンさせた。 同年12月23日、2014年11月23日に開催されたイベント、和歌山コレクションのオーディションの特別審査員を務めた。2014年、和歌山大学観光学部に入学。同年3月23日、和歌山県 JA ビルに堀江貴文を呼び、すべてを失った今、伝えたいことがある。私がゼロを書いた本当の理由と題した。 講演会を開催した。2015年1月に学生企業家たちの発表会のアジア大会で入賞し、4月には世界大会に出場。同年8月15日、クレーターズと契約した。同年11月25日、ネクストビジョンプロジェクト実行委員会が開催した初の講演会、創業者セレクションにて講師を元谷咲らと務めた。 和歌山活性化プロジェクト、和歌の実行委員長になり、2016年3月27日に、イベント、和歌祭青春は、三かん味を開催。同年4月に自身が理事長となり、和歌山コンシェルジュ認定協会を発足し、インターネットで検定を受けてもらい、合格者は、和歌山コンシェルジュを名乗れる制度を作った。同年6月19日には、イベント、 テデックス和歌山ユニバーシティを開催。同年の参院選では、和歌山県の10代の投票率日本一を目指し、ネットで配信する座談会を開いたり、和歌山大学内に期日前投票書設置を選挙管理委員会に提案したり、若者目線のキャッチフレーズをつけたポスターを作成するなどの和歌山リア10プロジェクトを展開した。同年9月には、和歌山トランプを発案し、 クラウドファンディングで目標金額の約307%の寄付を集め作成した。同年12月15日、我が山コンシェルジュはキャンプファイアの和歌山県公式エリアパートナーとなる。2017年6月10日から11日、高野町の見本院にて全国各地で地域再興に取り組む関係者が集う地方創生会議員、高野山を開催。 同イベントが話題となり、NPO 法人学生ネットワーク1が12月16日に地方創生会議員福岡を九州大学で行った。2017年9月5日、和歌山市観光協会のアドバイザーに就任した。2017年7月から10月、不登校から起業家となった経験を本にし、学校の図書館に置いてもらう、クラウドファンディングを行い、129%の 支援を受け、11月に出版。2018年1月19日、自らが代表を務める地方創生会議が、デジサーチアドバタイジングとともに、ネゴミスホリファンド、売上連動支払い型投資事業組合を2017年12月29日に設立したことを自身のブログで発表し、6月30日と7月1日に地方創生会議員、 高野山第二回を行った。2018年4月、内閣府地方創生推進事務局が定める18年度の地域活性家電同士に認定された。2018年8月19日、不登校支援をしている中、全国100カ所で開催された不登校の当事者が集まるイベント、不登校は不幸じゃないの発起人を務めた。二千十九年四月一日、 総務省が定める、地域力創造アドバイザーに認定された。2019年5月、学校に無理をして通う子や、生徒の気持ちがわからず対応に苦しむ教員にも読んで、欲しいと、400を超える和歌山県内すべての小中学校に、著書、学校は行かなくてもいいを一冊ずつ寄贈した。同年同月、不登校だった時代に、ゲームで救われた経験をもとに、著書、ゲームは、 人生の役に立つ。生かすも殺すもあなた次第を出版した。2019年7月5日、和歌山市観光発信人に任命された。2019年10月1日、日本初、ゲームのオンライン家庭教師、ゲームトレを開始した。2020年4月1日、情報経営イノベーション専門職大学の客員講師に移植された。2020年4月10日、ゲームトレが、 第5回日本アントレプレナー大賞のエンタメ部門、PR 賞を受賞した。2020年8月5日、クラウドワークスとウェブライター育成特別プログラムを開講した。2020年11月11日、学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方を出版した。ありがとうございます。